今日もえっと16時よりクロス曜日千住であのお送りしております、えー、リコママですリナです波ですはい。<laughs> そうじゃない。<laughs> 本当だね,だね。そうそうそう。そう今月はね、あのバンジージャンプにそう、前回言った通りに。はい、バンジージャンプに行ってきたんですけども、そのなみちゃんがね、行けなくなっちゃったんだよね。うん、そう。けびょうだね。<laughs> <laughs> 怖かったんです。本当です。そうでも本当、ね、すごい残念で。<laughs> うん。でも、怖かったよ。あ <laughs>、別に。私は怖く、うん、あの、その場所に行ったら怖かった。うん いざ立つっってなったら、ねうん、あの橋の上とかは全然怖くなかったのも<ー>立ってもうこれ平気じゃないって言ってたいな、ね、これ全然いけるよねとか言ってでそこの場所に立たされてこういう,なんだう机のへ机っていうかこういうところにへりにあ足をもっと出せって言われるの出せ出せって言われてほんでそれが、ね、そこに立ったらもうちょっと怖かった。<laughs> うん、なんかこういう <laughs> 怖くなかったらしんなねか写真見たらすごい綺麗でなんかあっうんあれ景色が景色がすごい綺麗でもあの池っていうか湖なのかななんかもう緑っていうかすごい綺麗な色で気持ちはよかったすごくみんなためらうのかなって思ったらんかすごいポンっていったって話を聞いて。 ちょっっとやぱただもんじゃないなあれね後ろにいっぱい並んでるのその予約をした人たちがずっと並んでてもう行かざるを得ない状況本当にでねなんか向こうの人も「ウェー!」みたいな「早く飛びなよ」みたいな感じでねそう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 流れ作業みたいな感じだったそうもう本当にそう一人飛ぶってなったらもう並んでて座って待ってる後ろを立っててみたいな で行って54321バンジーで飛ぶんだけどもうそれもほんとそのまま行ってじゃあみたいな。それしいいいいなななでじゃあ4人でね4人で行って男性のお客様なんですけど2人と私たちとで1人さすごい余裕だったの最初全然余裕じゃねみたいな。 そしたらねもう何人も見てるのその前にみんな飛んでるからそれを見てるんだけど、うん、その後五54321バンジー」って言われたら「えっこれここでいくの?」とか「<laughs> 嘘でしょ」みたいな「ビビったね、分かってんでしょ今」みたいな <laughs> みんな見てたじゃんみたいなそう、ね、本当そう、うん、飛ぶってなったらねちょっとビ,ビビってましたもん、ねうん、でもね前に何,何人組だろう分かんないけど女の人がスカートで着ててね嘘でしょみたいな え、あの人も飛ぶのみたいなでなんかギリギリまでスカートで行ってその連れの男の子が飛んだ後にズボン借りてましたもんねちゃんと貸してくれるんだねでもねやっぱね場所考えようって思うよねちょっとね見せる気だったかもしれないしね実は実は実はねふわっとしたらヤバくない でもね、黒履いてたの、<laughs> 残念なことんだろうあれ雰囲気作りなのかわかんないけどあのー、外人さんがスタッフの方はすごい外人さんが多くてそうで受付とあと飛ぶ場所に一人ぐらいかな日本人の方、うん、で、それ以外はあの外人さんなの<ー>で飛ぶ説明とかをされるわけこれはこれでつながっててとか、うん、降りてきたらこれをくっつけてあの OK 出してくれればあげますからうん、うん、それが外人なの<ー>で、何言ってるかわかんないのね、うん <laughs> もうそこだけはちょっと日本人にしてほしいよみたいな説明ぐらいはね重要だぞっていうママ飛ばしてもらえなかったもんねエクステの話でしたけで私ここエクステがついてるんだけど飛ぶ時にそこのギリギリをもうその6 2ルに立って足もこうやって出てる時にこれ何みたいな言われて触られてなんかこっちの人がエクステンションとかってずっとやってるの。もういいよ そうかやっぱ、ね、そこに立ってる時がやっぱちょっと本当怖かったっていうか見せたいんそう落ちていくのはやっぱこのそのハーネスがボーンってなるまではただ本当にただ落ちてるから本当に落ちてた本当に落ちてるからね怖いっと怖いよね怖いねうんう なんかビョンってなった時が一番楽しかったえわけわかんないんだけど笑えた笑っちゃったねでも笑ってもさ周りに誰もいないわけじゃん一人で笑ってるじゃんちょっと虚しいんだよね今ウケなかったって言えないじゃん一人でぶら下がってるからか月に一人ぐらいっつったよね現地に行ってやっぱやめますっていうのは月に一人一人 でその割合って結構すごいですよね。みんな飛んでる。絶対飛んでる。とか飛ばされる。私ね多分ね本当無理って言ってるかもしれない。もしかすると。いけるよあの雰囲気。音楽バンバンだし。本当。乗りで行けちゃう丈夫。壊れない壊れない。そしたらすぐもう100メートルやろうって言うの。めっちゃやりた。メートル行こうとか言って。初めてバンジー飛ぶ時はもう100メートル。やばいね。 かっこいいじゃんしかもなんかこう飛んだ飛んだ称号みたいなのをもらってて認持ってくればよかったですよねそうだ認定書持ってくればよかったねそれ見ていいなと思ってかっこいいでしょ欲しくなったあとなんか命綱のゴムゴム。記念品としてそうめんかと思ってそうめんの束みたいなやつねもらって分厚いもんね結構太いうん。 バンジーっっててて書いあ結構こまめにやっぱ変えてるって言ってたよね、うん、そうしないとやっぱり危ないしね、うん、もちろんそうだよねだそういうの聞くと安心ですよね、うん、しょっちゅうなんかだってうちら行った時あれなかったですよねカゴの中からうんそで戻ってくる時にまたあったからも本ほんと頻繁に変えてる。うん

変みたいな感じでめくられてんのままだけ。やだもう隠しててもう全然。そんでそしたらなんか見せろ見せろっていうわけ。でやだやだって言ってそれで最後ビラってめくられてうん。なえ本当やだと思って。 でもみんな結構堂々とね普通に出してて体重あの人あのぐらい張るんだとかでもめっちゃ何キロでしたっけ ?3 キロぐらい多かったでもびっくりしたよりそこで測ってこんなな太ったたみい私もだからすっごい太っちゃったと思って家に帰って何日かして恐る恐る体重計に乗ったら3キロぐらい違うすねだからなんだびっくりしたと思って。 それ性格じゃないよってすごい主張したいですね。違うからねこれみたいな。必死。本当だよね。受けそう楽しかった。うん面白かったね行き帰り。で最初橋がね赤い橋なの。それを間違えてママこれとか言って番地だよこれそう来たこことか言ったら全然違うの。でムービーとかその時も回してたから本当に着きましたみたいな。ね取り直して。そう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 だよ。 なんか CM 始でもお店の方はね結構まあねうちのお店の方は初めの方はすごい混んでたのこの前半はよくてぼちぼちとねでもなんかまあちょっと飲む人が増えてきた感じはするかな確かに回転するようになりましたもんねそうだね前は1回転しかしなかったけどうん でお客さん同うもね相席があってねそうそう相席して盛り上がってましたよもうそれぞれ1名様ずつなんだけどそれが3名様で相席して楽しかったね男同士のそういろんな会話がねまあ主に下ネタなんですけどやっぱ男同士は下ネタに走るんじゃないどうだろうねあと女の話とかうん そんななな真面目話してかったですよねでもそうだねき昨日は年代がもう別々っていうか1人が30代半ばで50歳で60の方一緒でよくね盛り上がったなと思うぶっちゃけね面白かった面白かったねだからその模様をこういうとこでね顔隠して流したいよねって言ってて声とか変えてね絶対楽しいと思ううん で本人はね嫌だって言ってたけどね。だから顔隠して声変えますよとか。でも嫌だとか言って。今月は最後はもうあとハロウィンだね。ハロウィンイベントで。イベントでねみんなハロウィンのコスプレをして、多分お客さんもしてくださるのでね楽しみで。強制。何着かあってきっと。その場で着せるっていう。そうだね。面白そう。うん。 テーマいきますか今日行っちゃいますよもういきますかじゃあ今回のテーマいきますはい、はい、今日のテーマはこちらまるまるの秋、はい、ということでなんかね <laughs> あんまり今回何しようかっていうのがちょっと決まらなくて、うん、そうそれでまあなんかこんなアバウトになっちゃったんだけどしかも何も <laughs> <laughs> ね、決まってないといとう,そう,そう、ね、だからいろいろねこのまるの秋ってまるの秋っていろいろ言うけども、うん、当てはめるとね今なちょっと調べたら食欲とか行楽紅葉スポーツ、うん、睡眠読書芸術、ね、芸術の秋の、うんね、食欲は確かにあのご飯ねサンマさんまとかきのこ類とか美いしいね。ね 塩焼きが一番いいね。ああわかる。うまい。ビールに合うんだよね。そうだね。まあ飲むからね。で大根おろしを大量に。ああいいね。醤油とかあのうまいよね。食べるのが合うんだよね。でも一年中食欲あるからね。あんま変わんないかもね。食欲の秋は。行楽はなんだろうね出かけたりとかでしょ。バーベキューとかもそうなのかな。 どうなんだろうバーベそれは枯枯楽じゃないの？でも最近友達のフェイスブックとかを見てると、うん、温泉街に行って、温泉そう浴衣着てなんかちょっとベラベラやったりとかしたい,い、ね、うそういうのすごい見ます。うん、したいしたい北海道寒いからそういうのができないんですよね。ベ<ー>ラベラとかない。温泉街がもうないから。ないんだ。ホテルがあるぐらいで<ー>そう。 だってもう雪降ってるもんね、うん、あそうだね今日やってたもんね <laughs> 雪,雪降ってるって言って凍えるよねほんとほんと湯覚めもいいとこ <laughs> 紅葉はねちょっと今ねずれてるからね季節がねうん、うん、だから今まだ東北の方なのかな紅葉してるって,ってバンジーもねなだか見れなかったですもんね,まだね全然紅葉がちょうどシーズンでいいからって群馬の方だったんですけどうん、うん、まだ全然緑だったよね <laughs> 全然うん スポ、ね、ーツの秋ってなんだろう、まあ、うちらゴルフ部なんでね最近ちょっと行けてないからねゴルフは、ね、バタバタしちゃってね今ちょっといろいろバタバタしてることがあってね睡眠はあれだねその涼しくなったからエアコンもないし、うん、ちょうどいい感じで寝れるっていう感じかな読書はしてないかなしないね, <laughs> ねでもあれなのかなだから直木賞のさほらなんかあるじゃん 受賞のとかはこの時期なのかなあ, <ー S 2> あ、そういうことなんだなそういう風になんか読んだ考えたこともなかったな、うん、そうだね、うん、漫画と雑誌しか読まない私 <laughs> 漫画も読まない <あー S 2> <laughs> マジ、うん、漫画読む漫画も読む、うん、本当えどういうタイミングで読むの本,本っていうか それとも今ほらネットでああそれもやるペラペラはもう毎日見てるうなんか毎日この週月曜日は何更新日とかあるねそうなんだ LINE の無料のやつがあってそれでも毎週見てる楽しいなんかでもやっぱ紙めくりたいかな私はこうこうどうなんだ慣れるとあれなのかなあ慣れないですね本当でもねなんか あれ借りたくなるやっぱツタヤタカで大量に何十冊借りてずっと読んでたい。にいくらだな。いや <laughs> ないで隠してんだから。<laughs> <laughs> 大人大人がいいとかね。うん<ー>いいですねいい。する人もいるけどね。なかなかでもそんな読書してる時間もな。<ゃ>あの文章が読め。そうもう。 あとほら通勤とかがある人はさ通勤途中てさっきの読書もそうだけど本読んだりとか音楽聞いたりとかあるけど通勤がないからさチャリで読めないですもんね危ないねこんなのしてらんないもんだからやっぱだからかなそういうのがないかなちょっと通勤あるじゃんあるね読まないのうんもうずっと目つぶって目黒じゃん真っ暗だよ え寝てるってこと。<laughs> 寝てますね。す座れるの？そうですね。北千住からの始発がある、うん。あそうなんだ。毎回それ乗って。えー、いいね。座れんの。うん、あのラッシュの中。ね。ちょっとあと芸術の秋。<laughs> うん、ちょっとね、なんか今もう行き当たりばったりで決まったことなんだけど、<laughs> なんか書いてみようと。 そうお題を決めてなんか書いてみますちょっとでも私の絵心やばいよっていうところがありましてどうやばいか分かんないけど今日読んだ方が良かったかなあ募集とかですかそうだねとりあえずじゃあ恒例のあじゃあアドレスだけアドレス言ってもらってと CWS アット千住 X.com になります。はい、こちらまでなんか、ご意見とか、お願いします。質問やら、ください。どうする、お題。お題なんですか。言ってもらいます。逆にだめだよ。なんかお題くださいよ。お題。なんだろうね。困っちゃう。これ横書き、縦書き。うん。なんでもいいじゃない。いい。じゃ、あ横にしちゃおう。 何個かやりたいで、ね、じゃあ私行くよ。はい。そしたらじゃああれだねベタなやつで。オッケー。アンパンマン。アンパンマン。行きまーす。ーもうこれささっと書かなきゃダメだよ、うん。アンパンマン多分いけると思うんだよな。これみんなに見えちゃうね。確かに。じゃ見えないように頑張ろう。え体もですか？体はあまあそれは好きにして。 もじゃ、これさ、下書きとかできないから、やだね。確かに。もうさ、人腕がきっていうかさ、一発。一発ですよ。一発。あ、私うまい。いや、りなの方がうまい。絶対あたしうまいと思う。どうしよう体かこうかな。体無理。え、体かいてる。え、本当じゃ、かく。うん。えー、わかんない。え、多分これ、いけんな。私いける。いや、いや、結構自信作。私も、本当。 あ、ちょっと、分かんない。私分かんない。え、何これ。まいか。まいか。できたよ。え、待って、これ結構性格出る。ねえ、待って待って。やば、い見えてる私の絶対。あ、あ、とか言っちゃったよ。え、思ったなんか性格出るね。私のじゃ行くわ。私の。はい、じゃじゃん。 体のバランス悪いよね。車ですよね。四輪車四輪車。車。車だって。ユイちゃんうまい。超うま。うまくな。本当。ちゃいよ。ね。いいよいいよ言って。はい。 ね人のこと言えなくてなんかさカスカスカみたいなちょうどなんか傘みたいになってるよでも二人ともやっぱ横なんだねアンパンマンってでそれで性格出るの車車だねこれ車リナだけ立ってんのうまいうまいよやったええう面白いちょっとこれ面白いね行こうじゃ次なんかいいよえじゃあねえみんな分かるやつがいいよね えっと、そしたら…ライオンえははははははえ、そうガチのライオンライオンこ<っ> <laughs> え、わかんない言うっ言ったもんかけないかも私、いけるよえー、わかんないライオンあ、なんだろうこれえ、やばいかも、本当にやばいえ、ガチのやつじゃなくていいよね はい、なんか可愛さとかもあってもいいと思うんですけど、ね、マジやばいわ。あれでしょよくさ、あの幼稚園とかにさ、<laughs> うん、先生が書くようなライオンとかでいいんでしょう。<laughs> ちょっとわかんないそれ違の。違うだ違うだ、私笑っちゃう今。どうしよう。<laughs> え、私マジでやばいんだけど。<laughs> え、どういう感じ？こんな感じ。え、わかんない。どうしよう。いける。終わった。終了。はい。オッケー。 えなんか自分で言ったものの本当に失敗失敗作 <laughs> いいよ超 <laughs> やばいどうしよう本当に出したくないぐらいじゃあ奈美ちゃん最後ね <laughs> 私行きます <laughs> じゃじゃんあああれみたいなんだっけ ポンテリングだね。え、こんなラインいなかった、あのミッフィーかなんかの。あ、あ、いたいた。あ、それそれ。え、ま、まじか。え、意外、え、何。なんか、私、あれなんで、多分、なんか。本物っぽいのは無理。かけるな。ひどいんだけど。いいよ。あ、うまいんだね、やっぱね。何、え、超うまいんだけど。うまいんだ。そうだったよ。 それを言いたかったそれを言いたかったそれやりたかったはいなみちゃん行こうかなみちゃんいきますよはいじゃじゃえおばさんじゃんおばさんパンチパーラのおばさんえやばくないやばくない一番泣くない英語からおばえびっくりするおばさんだけど違う違こういうの描きたかったのあえどうしたの目 なんかいかついイメージしから。あ、ね、百獣の王冠を出したの。ちゃんとさ、でもさ、体とさその髪の毛のさタッチ変えてんのね。もじゃもじゃにしてさ。タッチとか受けるんだけど。キモもあるんだから。リナもあるよ。本当だ。しないわ。可愛いやつ。可愛いやつだからね。あ、ちょっと今笑った。いいね、なみさん。持ってるよ。やっぱね。 美術だけは本当に伸びなかったね。何が一番良かったの？いやもう全部平均。うん。波なく？うん。あそうなんだ。ママ体育？私あ国語とか社会とか。覚えたりする。暗記だ。うん。英語とね社会で5とったことある。すごい。けでしょ。ねすごいね。全部丸暗記した。えもう1。英語社会1。 うん。次どうしましょう改めて見てもひどいな自分のライオンがなんかまあまあ考えてリナちゃんはリナなんでもいいですよもうリナちゃん出しそうよえ英女リナ得意な絵いいよえ何得意とかないなじゃあねミッキーでねいきましょうかミッキーねミッキー見てないとなここ最近ミッキーなんかに出会ってないからな本当ミッキーに出会ってない出会わないなんだうん ミッキーねミッキーってどんななんか机使えないのがやりづらあ、私うまいかもなんかずっとさっきから私うまいかもとか言っといてさ <laughs> 実はねそんなものに <laughs> あ、でもなんか私いけるいや私も今回は自信ありますあ、私超うまい いやリナだなだでもなんかもうりなちゃんはさなんか絵ちょっとあれだよねうまいっていうのがもう分かってるからいミッキー塗るとこ多いな黒いですもんね基本いや面白いなんかやっぱいろいろ性格出るなこれね、うんえー、と手とかどんななんだろう手袋履いてますよ 手袋ってはくっていうの？<laughs> え、なんていうの？<え>手袋え、なんだろう、分かんない。手袋してる。てる手袋はく。方言なのかな？方言かもね。ねあー、もう顔とかなんかどうしたこれ？マイッカ。でもミッキーって手四本ですよね。え？<ジ>何それ？五本じゃない確か。 あ指ねびっくりした手が4本生えてる何それと思っちゃったできたよあミッキーってこんな細かったっけななんかもう体とか適当になっちゃったけどもう私体適当すぎないだってもう顔だけにしようかなって思ったんだけどなんか心ないミッキーみたいな目真っ黒だから。 えってミアニメとかでさ操られている人って目真っ黒だぞ。目黒くない？ミッキーって違う？ちょっと白い白目ありますよ。本当？あそう？ここらやつられてんのか。全部私黒い。全部心操られてんの。でもなんかそんな思ったほどひどくなかったよ。ジェリ南。リ南うまいよ。あうまくな。いはい。うまいよ。あ超うまい。ね。 なんか日々練習してんでしょしてないやばくないミッキーの練習家でしてたら家で帰ってんだずっと家でというかそういうパンツだったそういえば私分かんなかったなんだろうこの体可愛い私本当のネズミみたいなでもなんか昔のミッキーってそういう感じですよねなんか手帳とかもさ昔とか今風とかあるじゃん やっぱママ昔そんなことないよほら奈美ちゃん行こうなみちゃんはい私ああうまいじゃん今までで一番マシでしょそうだねそのライオンどうしたのって感じだよねなんか可愛いらなんかハイとか書いちゃってるしねーうまいじゃん奈美ちゃんに似てない顔似てる似てる自画像 似てる。これ楽しいわ。面白い。ええ何行こうかな次。なんだろう。何がいいかな。な<ん>か何がいい？キャラクターちょっと難しいの行こうかな。うん、あ分かった。ちょっと難しいのよく。うんとね足を組んでる人。え <laughs> これ難しくない？エロいななんか,エロいなか足組んでる人。<え>棒人間ってことでいい？え何でもいいよ棒人間でもいいし。え足組んでる人。 なんか足組んでる人足組むって書くのって難しくないそうですよね。うん、えー、難しいよねこれね<え>多分。え分かんないあいけるわ。いけた。えー、私言っといてあれだけど。 なんかもう全然ダメ全然足組んでる。本当。ふ <laughs> けるこの人。<laughs> オッケー,リー,ー、リナできた。早い。え、足ってどうやって組んでるんだろう。足ってどうやって組んでるの。 <laughs> 足ってどうやって組んるのか宇宙ってどうやって生まれたのか <laughs> どんどんさかのぼっていく <laughs> <laughs> えどうしよう <laughs> ママから言ったやばいどうしようもう塗っちゃおうかなこれ色分かんなくなっちゃった, <laughs> ただクロスした人になっちゃう足足塗っちゃおう上だけえ <laughs> もうどうしようこれ見せる範囲じゃないいや私もですって<笑>,笑っちゃった波さんやばそう涙 <laughs> 出てきたやべえ、ね、これ はい。行きます。いってし行くよ。はい。なんかお尻さ、これさ曲がっちゃってるんだけどみたいな。どういう感じ？こうだよね。これどういう感じ？なんかこれお尻がさどうなっちゃったのって感じだよね。これすごくないか。リナ、何すごい？いやなんかすごいみんなちゃんといいよ。あリナちゃん。あー。 あ、あ<ー>そういうことか。圧勝じゃないこれ。し<え>たよ。な,なみさんはもわかる。うもうもう知れてる。絵心あるね。<laughs> なみちゃん。え私ははい。 <laughs> 足だけじゃん <laughs> ねえこれさモデル立ちしてる人じゃん<う><ー>でも足足の指やばいから <laughs> <laughs> ダメだよ組んでる人じゃないじゃん直ちゃん <laughs> ちょっとダメですわダメだった<私>なんかいいねこういうの <laughs> 逆にキャラクターとかじゃなくて面白難しいよね足組むのくって難しいよく思い浮かびましたね逆にねえってかすごいうまうまいよね全部う、ま 組んでるよね足組んでるそうだよねこのさももからくるもんね足組むってねこうやってね私膝から来てるよねしかもたいな膝がこうなってるこういう感じだよねすごい無理な体勢してるなんでんなんか座ってないからね曲がってなかったかああ面白いわ書く場所なくなっちゃった裏でもいけそう裏透けてるよほんとだいいいいんじゃないですか なんかあるかな、うん、後ろ熱っ。びっくりした。人はね、でも難しい,難しいよ、ね。なんか電化製品とか言っちゃいます。電化製品。えー、いけないか。ハードル高すぎるよ。ドライヤーとか。<laughs> あ、簡単じゃない。えー、じゃ、やめよう。なんだろう。なんだべうな。なんかないかな。店に何個あったっけ。お店。 店。なんかないかな。ね。お題ください。無茶ぶりだよ。ドラえもん。ドラえもん。私、ドラえもん。私、あれだね、さっきからうまいとか言ってさ。絶対なんかうまいとか言うけどさ。なんか。ドラえもんこそよくわかんないな。 ドラえもんもねこれね間違えちゃうとちょっと本当に間違えちゃうよね間違っちゃうやつですえ、ドラえもんってどんなだあ待ってどうしようごめんもう一回書き直してんだけどさなんか豚のものみたいなのがさ <laughs> <laughs> あるんだけどここにえ、こんなじゃなかったっけ、えー、ほら合ってる 私やっぱあれだなアニメっぽいのしか描けないんだよなアニメですらちょっとダメだこれドラえもんもね古いのとね新しいのとね <laughs> 違あそうなんですか違くない違うんだそんな違かったっけえ <全然 S 2> <laughs> そうでもない全然最近見てないから分かんない OK、ね、<laughs> はいいくよはいはい びっくりした鼻の穴かと思って違うほらほら鼻の穴みたいでしょかき途中あ可かわいい愛い私やっぱあれだアニメっぽいうんかわいらしいねんかんかねもっとけなせるかと思ったなかなかでしょなかなかライオン並みにね「あーってなったよねかわいいってなったジュリーナはい あうまいねやっぱねいやうまいもんたぶ日々絶対ねあのね暗くね書いてんだよ描いてる前に描いてるね暗くならやめて描いてる練習してんのいつもしてます知てますこれは絶対そう本当にはいはいはいフラッシーみたいねやばくない。だってねなんだ目がそんなになんてんのだってドラえもんって目くっついてなそうだよマジじゃ離れちゃったよ 何それ誰これが精一杯中国にあるやつ二千二千円っぽいねねそろそろじゃこれはあれしようか終わろうかねやりましょう楽しかったこれ面白かったねでもね絵ってね本当ね上手く出ますよね上手い人は本当上手いしねこれ上手いなんか言われてこう書くっていうのもさなかなかできないよねはいあメール来ましたおウッっと 見覚えのある名前だよ見覚えのある名前はいえっと初めてあラジオあいいのかしらこのまま読んじゃっていいのいいんだと思いますいいはいラジオネーム変んのさんからはいありがとうございます、はい、初めて拝聴しました皆さんコスプレがお似合いですね右の方はウォリを探せのコスプレが捨てる <laughs> <laughs> だ <laughs> ウォリさ <laughs> あれだ赤上赤上赤と白だよね。秋私の秋といえばファッションなきああいいねだんだん寒くなるに従っておしゃれの色おしゃれもいろいろたの楽しめますからね。皆さんの今年のファッションポイントはどんな感じですか。おおなんかまともなメールでびっくりしたんだ。みんなでね。もっとなんかボケてくれるのかなと思った真面目か。値は真面目なんだね意外と。そうだみんな知ってるからね変なさん知ってるか。 そうだねファッションかなんかあるファッションのポイントポイントリナは流行とかあるじゃないですかやっぱ流行りヨカはもう自分の着たい服ああんか流されすぎずなんか入れたいものは取り入れるけど全部が全部マネキンコーデとかはあんましたくない人好きな服着る古くても かな何だろうな常にでもカジュアルそそうだ、ね、う,そうだだねねでもなんか最近、うん、セシルに買い物に行ったんですよ。 店員さんに話しかけられて何探してるんですかって言われてトップスですってたまたまその持ってた時がボーダーのトップスを持ってて大好きボーであこれいいなと思っててみたいな感じで言ったらすっごいボーダー好きな子だと思われてボーダーばっかり持ってきてこれどうですかとか言っていや、すごいこうだったんだよね。 そうでも結局ボーーダ個買ったんですけど <laughs> <laughs> 私もさ最近さつば広の帽子とかはさ<ー>家にあってで流行ってるから、うん、でもみんなもうこういうのかぶってるからちょっと違うの買おうと思って、うん、でちょっと違うのを買ったのでそれがねあのグレーと黒があって、うん、すごい悩んでグレーを買ったの。うん、そしたらなんか それをさこうかぶってさこう服とか着ると、うん、あこれやっぱ黒持っててもよかったかもしれないなと思ってうん、うん、黒をまた買いに行ったの、うん、で買ってよしよかったと思って買って家に帰ってかぶったら、うん、なんか婦人警官にしか見えないど, <laughs> どんな形なんですか <laughs> えこんな形 <laughs> あちょっと違うそういうんじゃないんだけどさなんか本当の婦人警官の人ってさ、うん、ちょっとさ。 ベレーじゃないんだけどさ、ちょっとちっちゃい。丸みを。丸みを帯,帯びてる。そう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 ,そう。<ー>で、あれ婦人警官になっちゃったなと思って。<laughs> かぶれなく。なった。かぶってます。あの、だからやっぱグレーの方はかぶろうかなと思うけど、黒の方はちょっといいかなって思っちゃう。うんうん、帽子でも流行ってます、ね。流行ってんね。だ、ちょっと前はさ、恥ずかしかったの。帽子を好きで買うんだけど。うん あんまいないからさちょっとあいつ何すかしてんだよみたいになっちゃうからと思ってなんか街ではかぶってもさこう例えば地元ではかぶれないとかさそうだったんだけど今もう普通にみんなかぶってるからさかぶれるよいきなりだよねなんかね急にねうん本当だよね次いきますよはいえっとね草加の広ろさんいつもありがとうございます草加の広ろです りこママりなちゃんなみちゃんこんにちは,こんにちは今日は嫁は外出中なので一人楽しく拝聴拝見していますりこ <laughs> ママコスプレありがとうございますスタジオに行けばよかった <laughs> とてもお似合いですよりなちゃんなみちゃんもお似合いですよす今日のテーマまるまるの秋私は食欲の秋と別れの秋私は結婚して12月26年目ですすご,すごいね 今の嫁と知り合う前は秋の季節は学生の頃から社会人になるまで付き合っていた数名の人と別れたことが多かったのは秋でした嫁には言えませんが寒くなってきましたが風に注意してくださいではそうかもしれないでも最近多いのお客様でそういう別れたとかそういう話をする人が多くてね確かにそうかもしれない本当に。 まあ夏にいいろろあったんでしょうね、うん、あ夏を過ぎてってことなのか、うん、ちょっとこう落ち着き気持ち的に落ち着いて、ね、みたいなあそう涼しくなってちょっと気持ちも冷めてきてでもそうだよねひと夏の恋とかね言うのがあるぐらいね,、うん、そ,うねそうなのかもね。うん 本当多いですもうここ何回か聞いたもんね。もうわなんかその彼女と別れたとか、あとはその離婚したとか、そういうのもあったし、結構多い。多いのかも。なんだろうね。逆にでもさ、人肌恋しいとかさ、でもそれなんか冬になるのかな逆に。冬に言うのかな。二月とかさもうクリスマスどうしようとか。そうかそうか。で出会うみたいな。ね。 でもクリスマスに付き合った人って分かれないっていうよねその時だけにちょっとさフィルターかかっちゃうってみんな言うよね欲しすぎてね冬ねでまた春に出会うみたいなそうだね秋に分かれるね繰り返す重いねる秋ねいろいろありますねじゃあこう考えるとねそうだね出会いってないのかな でもも確かかに出会いいのの秋秋とは言わないもんね別れの秋か、うん、やっぱりなんか寂しい感じがするんじゃない夏も終わったし、うん、ね夏ワイワイするからね,ねみんな男性でもなんかあれだよねこないだも来てた人ほらなんか何ヶ月か前だけどまだ引きずってるみたいなああいやもう1年ぐらい引きずってるって言ってましたもんね,いたいたいたね1年近くね昨日の人もそうだよね昨日はちょっと前に別れて 1>,、うん、1ヶ月ぐらい引きずってそうそうまだ引きずってるみたいな そんな話ばっかだな最近一日1回は聞くかなね今とこ女性は結構本当なんで?」って言ってたけどねサバッと「行くけどね」って言ってたけどなんでしょうね切り替え早いのかな女の人はかなうんそうかなでも秋に別れたことないな うん、え、私覚えてない。そういうの覚えてない。そうですよね。切り替え早いママも。そうだね、もう忘れちゃう全部。なんでママ。大事なことも忘れますよね。何?。なんか本当ちょっと前のことも忘れる。昨日の話とか。え、何?。なんか。 昨日の話。例えばで言うと、なんか何食べましたっつっても覚えてない日とかあるじゃないですか。本当？記憶力がままやばい最近。そう。そっか。嘘。なんか過去は振り返らないんだよ。もう一人ちゃった。あれ。囚人さん。囚人が。そっか。わかんないもうあんま覚えてないんだよね。うん。私も年々なんかいろいろすぐ忘れちゃいますね。 うんうん、いいよねでもその都度ね新しいあれがあるんだろうね、うん、思い入れがねだからもういっぱいあるからだよ例えばさねまだほら20歳ぐらいだとさ、うん、まあ学生が終わって <laughs> で今年の夏っていう感じじゃん,うん、うん、でもさもう今年の夏っていうのがさもう何回も来すぎたよね確かに,確かに<ー>私の場合はさやっぱ年々繰り返すとさ、ね、もう 多いもん毎年毎年ね覚えてらんないよね相当なインパクトあるものぐらいしか出てこないかも確かに秋な短いんですよね北海道秋いやでも最近こっちも秋ってあんまないよねないですもうそのまま冬になっちゃうみたいな感じはある紅葉もすぐなくなるしなねえ どんどんなんかその季節感を大事にしようみたいなのがあってみんなで雇用行こうみたいなええとかえー本当何グループ <laughs> 奥多摩行ってみようかみたいなのとか、えー、地元、えー、地元の人で、うん、えいいねそれ会社,そう会社の人とかも山登り行かないみたいな感じでいいね、うん、あ山登りね昨日さ、うん、富士山に登ったっていう人の写真見せてもらってさ、うん、すごいね なんか雲の上にこういるみたいな写真が、うんうん、私でも決めてんですよ30の,あの誕生日は絶対富士山登ろうって<ー>え何日付変わって着くみたいな着くみたいなすごいね、うん、なんか変われそうじゃない <laughs> <laughs> ご来光見てなんかわ <laughs> <ー>かんないけどじゃあ来年お祝いできないですね、うん、そうだねえでもみんなで行ってもいいんですよ みんんななに言われのんか私登りたいっていうのを友達に熱弁したら絶対嫌だって言われてでも私も生きたいとは思うこの生きてる中で人生の中で一回は登りたいと思うだけど今混んでるっていうからさもうやっぱ世界遺産になってからは頂上に行くとこはもう行列だっていうからただ行列を歩いてるっていうからねスカスカになってく でもなんのかねいつかそんな救うことなんてないかもねもうこれからはね世界遺産の方とはねギツギツでね誕生日おめでとうはい避けてみたいなね混んでますみたいなまだまだまだ写真撮ってないんだ辛いなその誕生日過酷だよねね。なんかでもそのバンジーのスカートのこの話じゃないですけど 富士山行ったお客さんがなんか外国の人がクロックスとかで登ったりするみたいな場違いが多いらしいね。結構完全装備で行かなきゃ行くよ。遭難してもいいよ。ねチョコレートも持ってね。チョコレートなの？そうでしょ。そうなの？よく言わないなんかチョコレートとかね何でもうんあそうなのね。外人さんでも体力あると思う。 そうなの日本人よりってこと？私なんかハワイでなんかダイヤモンドヘッド登った時があって私たちはもうなんかこう普通に登ってたんですけど外人の人たち半袖になんかやっぱスニーカーみたいなので走りながらこう登ってすごいねランニング感覚すっげーと思って元気元気だもんねあっちの人はね違うもんね日本人とねわかんないけどどうなんだろう。 山登りね。でもあれぐらいならすぐでね。高尾山とか。そうなんですか。なんかケなんだっけケーブルカーじゃなくてなんかそうだよねそれで上行けるんだよね。あそうなんだ。自分で登んないんですか。登るのもあ登るコースもある。でねそうだよね引っ張られるコースもある。ある。へー。 結構なんかその中くらいのところでビアガーデンとかやったりとかしてうわいいななんか人気だみたいな結局ビア行けてないあっほんと行ったっていうのはい今年もう終わっちゃったよね終わったよね終わった終わっいけてないは今年終わったじゃないけどさじゃあでももう。 何ヶ月、二か月か。2> 2月あと二ヶ月しかないからさ、早い<っ>。早い。早いよね。また来年年取る。ね。本当に。<laughs> 早い早い。辛いね。辛い辛い何も辛くないじゃん。りな <laughs> はね。<laughs> <laughs> <laughs> あ、面白。でもいいよね。でも三十からのが面白いよ。 だってどうもわかんないどうだろうりなめっちゃちそうなみさんはへーなんか不安30なったっつってね今でもねお客さんにちょされてるよねえなんであの子も三十だからいや二十九ですけどと思って一歳大事だから毎回言ってるじゃなんかさ別に自分が何歳でも別にいいのよいいと思うの ただそれをさなんかいちいち言うから言いたくなくなっちゃうんだけど自分は別に何歳でも別に良くてだけど言うと何か言うじゃんって思うのだからもいいのいいのって言うの私いつもなるほどどねね別にいいんだけ今あれあるよねうちお店に年齢当てカードっていうのがあって100円ショップで買ったんだけどあれ面白いよみんなわかんないえ何これみたいな 見てんじゃないのとか言ってね。うん、<laughs> でなんか年齢のを書いてあるカードっていうか、なんか数字がいっぱい書いてあるカードがあって。六枚あるんですよね。そうでその中で自分の年齢を書いてあるカードをこう出してもらうと、うん、うちらがわかるっていうね。うん、すっごいある使える。でもあれ最初よく分かんなかった。あ、本当。パッケージだけ見ると。パッケージ見たじゃないですか。うんうんうん でもなんかすごい便利なだなと思うのが例えばお客様ってあの若く言われたい人とか、うん、若く言われると嫌な人とかあるとこっちが若く、ねうん、言ったりとかしても納得いかなかったりとか、うん、そういうのがあるからもうそれねやっちゃうと、うん、あただ当たったってことにびっくりしてなんでっていうふうになるから、うん、すごく楽あれはそれによってね、はい、ほ左右されないじゃん、うん、あの相手の方の機嫌が。 で60までねあれ使えるから<う>いろんな数字当てゲームできますよねそうそうそう,そう60まで <laughs> 誰だっけ一回使えなかったの60以上の人がね<あ>使えなかったんですよね一回あれ俺入ってる数字ないんだけどみたいなそうこれ何歳までだね <laughs>、うん、そう何枚出してったら「俺の年齢入ってないんだけど」とか言ってる嘘みたいなその時初のも若く見えただからびっくりしちゃったるね逆にうん そんなこんなでさもうあと三分しかなくなっちゃったね。毎回早いね。フリーであったけどほぼね。うんう本当早かったね。絵が盛り上がったもんね。お絵描き楽しかった。やばかったね。本当にひどいのさらしただけだ。いい出しっぺらない。そうだよね。そう波さんが考えてくれた。えってでも本当あれだよね。その人の出るもんね。うん。 <laughs> でももっと下手なったらよかったのにね誰かね確かにもっとねもっと下手だったらよかったのにね,ね,っ,っ,のにねっていうのもね <laughs> <laughs> そのうちね人数が増えたらまたやりたいですよねこういうのもそうそうそうねあ縁で働きたい女の子いますか <laughs> 本当に、ね、<laughs> 募集してるんでお願いしますすごく募集してるので是非是非 こんな本当こんな感じなんでもう、ねうん、なんかよくねこういうお仕事って、まあ、どこで働くにもそうだけど派閥があるんじゃないかとか、うんうん、みんな嫌な人がいるんじゃないかとかそういうことが心配する人っていっぱいいると思うんですけど、うん、うちは本当にもうこの通りで全然何もなくて楽しくやってるので、うん、ぜひ,ぜひそういう人がいたら。 紹介していただくのもあまませんのでここのメールに送っちゃっても OK ですよねあとお店のはまは相変わらず日曜と祝日だけがお休みになってましてそれ以外は営業してますなので女の子ね最初お客さんとして来てくれてもね女性のお客様もうちは多いので結構女性の方が気に入ってくれるんだよね。であの 奥様とか誰だかの奥さんとか来て、その奥さんがあそこ行こうよって言ってくれることが多くて、うん、なので女性も来てもすごく楽しめると思います。うん、ぜひぜひぜひ,ぜひねお待ちしてます。値段の方もえっ、ー、と三千円でチャージは三千で、うん、ボトル制になっているので、そんなに多分高くもなく、うんうん、まあ飲みやけ。おもあるんでね。プラン的には。うんうん、そうだね。うん、次は十一月だね。十一月。 次ののは月第また何かコスプレとかあとしてほしいこととかありましたらこちらのメールアドレスの方それからあとフェイスブックの方でもいいのでいただけるとありがたいと思います一応最後ナミちゃん読んでおいてはい久々普通でいきますはい cws X.com はい